得点をマークしておりましてトップであります。 9.912 というのは相当に高い得点です。それにクリスチーナ・ボンタシュが挑戦をいたします。チソビチナ、そしてこのボンタシュの争い、まさしく世界選手権といった感じがいたします。ミニ世界選手権、もうオリンピックへの戦いは始まってます。伸身のダブル決まりましたね。あの練習では伸身のムーンサルトも見せてくれたんですけど、ああ今日はちょっと使いませんでしたね。この曲が今年はアメリカのインディアナポリスで行われましたんで、はい、アメリカの曲をいろいろと、ね、ミックスしてるわけですね。非常に楽しい曲です。会場から拍手も湧いておりますので、はい、昨日はこの床で 9.90 をマークしておりますボンタシュ、ルーマニアのエースです。非常にこのシリーズは難しい連続技ですね。はい、場内から手拍子が起こってます。思わず手を打ちたくなるような曲なんですね。そうですね、はい、非常にリズミカルで、ムーンサルトですね、はい、なんかムーンサルトが出てきましてもとあっという間に決めてしまうような感じしますもんね。そうですね、非常に最後に使うというのは体力のいることですので、はい、さてどういうことになりますかね。これ今のところ 9.912 というのが最高得点なんですがね、さらにもう一人オノディが残ってますからね、はい、これは最後のムーンサルトのところですね。難度の点では問題あります。